皆さんこんにちは、畑田サリーです。今日はですね、番外編、畑田サリーのラジオということで、年に1回開催されている東京ゲームショウ、に来ております。3年ぶりの参戦となるので、ちょっと緊張しておりますが、頑張って楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。今、カプコンの逆転裁判、
5 の, あのブースの前に来ております。あの本当につい先日逆転裁判の新作あのが発売されるのを発表されたんですけども、あのあそこにね、あの主人公のなるほど雄一が、あのなるほどなるほどって言うんですか。なるほどって言うんです。あの漢字もあるんですよ、ちゃんと。どんな字ですか。成功のせいに歩くに、堂本の堂でなるほどって読むんですけど。そうなんですね。はい、あのなるほど、はいはい、面白いっていうね、あのなるほどくんはね、あの久々に新宿、あの主人公に復帰するということで、今5作目なんですけども、途中から主人公がちょっと交代になったりして、主人公クビになってたんですけども、5の方で主人公として戻ってくるということで、はい、これ何かあれですか、なんか裁判所なんかある感じですね。そうですね、あの弁護士になって冤罪事件 の, あ の, にの犯人として仕立てられている、あの被告を救うっていう、まあ、そういうゲームですね。あの、まあ、高校時代すごいハマってて、大体シリーズやったんですけども、あのすごい頭使うねゲームだし、裁判をねちょっと楽しめるようなそんなゲームになってます。はい、名探偵コナンとどっちが 何次元対決しますか。まあ、あのコナン君はどんだけ人が殺されるんだっていうのを毎回思うんですけど、逆転三番に関してはどんだけ冤罪事件があるんだと、まあ、そういう意味ではいい勝負かなと思いますね。はい、なるほど、はい、ファンタジーシリーズにはなくてはならない、
クリスタル。クリスタルが何かキーワードなんですか？そうですね、毎回物語によって、クリスタルが関わってきているっていう。いいですね、クリスタルね。すごい。シリーズによっては、ね、クリスタルが出てこない場合もあるんですけど、まあ、大体はクリスタルが出てきて、まあ、それに伴って物語が動いていったり、世界を救うきっかけだったり、逆に世界を滅ぼすきっかけになったりとか、そういうものとして使われてますね、クリスタルね。すごい綺麗ですよね。本物ですかね、作ってあるんですかね、レプリカですかね、まあ、そこはわからないですけれども、でもゲームの中に出てくるクリスタルは、それではここまで見ていただき、ありがとうございました。畑田紗里でした。バイバイ。